はいさーい。いや、私さ、前からちょいちょい動画で言ってると思うんだけど、旦那に素直に甘えることができないのよ。いやね、全然甘えたくないっていうわけじゃないっていうか、むしろ甘えたい方なんだけど、なんかね、やっぱ恥ずかしいっていう気持ちが強いっていうのもあるし、なんか今忙しそうだなーとか、なんか今気分じゃなさそうだなーとかね、勝手に先回りして都合を考えて、その結果タイミングを逃して一日が終わるみたいなね。のんちゃんにはどんだけでも甘えたりできるんだけどなー。でもね、やっぱり素直に甘えられるようになりたいし、甘えたいし、それに旦那の方も甘えてほしいなーってすごい言ってくれてるから、ちょっとここらで覚悟を決めて甘えたいと思います。でね、どうせなら行くとこまで行こうと思って、自分でオリジナルのペアルックのルームウェアを作ろうと思う。手作りでペアルックってなかなかじゃない？なかなかじゃない？いや、私絶対今までやったことなかったけど、まあ、それぐらいのこう何、自分へのインパクトを与えなきゃいけないかなと。あとまあ形から入るっていうのも大事かなと思って、ちょっとあんまりね絵は上手くないんだけど、自分なりになんかいい感じにテンションの上がるペアルックのお洋服作っていきたいと思います。届きました。なんかさ、思った以上に可愛くできちゃったんだけど、どうこれ。おやすみってひらがなをね、ちょっと一筆書きっぽくデザインしてみました。でね、後ろのね襟元にちょっとお月様のねモチーフを入れてみたんだけど、これはもうちょっと手書きっぽい方が表とあったかな。まあでも可愛いか。どう、こんな感じ。可愛くない？これ普通にいいやつできちゃったこれさ、みんな欲しい人っている？もしこれ欲しいなっていう方いたら、この動画最後まで見てもらったらいいことがあるかもしれないぜひ最後まで見てください。ちなみにね、今回この服はプリントフルっていうそのオリジナルのアイテムを作れるサイトで作ったんだけど、ここね、そのアイテムの種類がまず260種類以上あって、ほんと自分の好きなやつが選べるし、あと値段の表示が分かりやすくってすぐ買えるっていうのもいいなと思った。今回私は自分と大輔さん用にしか作らなかったんだけど、このプリントフルのアカウントをネットショップと提携して、そこでね簡単に世界中に販売することもできるのよ。いろんな使い方ができるから、なんかオリジナルのやつ作ってみたいなっていう方はね、概要欄からぜひチェックしてみてください。なんかさ、冷静に考えてみたらさ、たかだか旦那に素直に甘えたいっていう、ただそれだけでここまで下準備が必要っていう私って相当やばいよね。いやー、ちょっと頑張ろう。いや、頑張ろうっていうのも変なのかもしれないけど、頑張ろうということで、今夜甘えるナイト決行したいと思います。頑張ります。何？これ可愛いでしょ。うん。作った。お揃いや。お揃いなの。作ったってどういうこと？ガチャマリが描いた。すごいじゃん。とりあえず来てよ。俺のってことだよね。そう、大輔さんの。ああ、いいね。いいじゃん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 。これマジで自分で作ったの？そうだよ。ドッキリ的な、なんか。ドッキリ。作りました。あ、うん、そうだね、その要素も含む。これちなみに何て書いてあるか分かる？
大地子。ごめん、違う。これ、おやすみって書いてある。あ、おやすみって書いてある。でもさ、びっくりしたわ。撮ってるんだったら撮ってるって言ってくれるの。さっき全裸で出たよ。いや、まさか全裸で出てくると思わって、風呂上がり。俺もまさか、自分の置いた洋服が見知らぬ洋服に変わってるとは思わなかった。いや、でもいいね、これ可愛いでしょ。可愛い。なんだ、どういう風の吹き回し。じゃあ、趣旨説明しちゃってもいいですか。嫌な予感するんだけど、何。違う、嫌なことじゃないよ、うん、私さ、全然素直に甘えられないじゃないですか。そうだね、日本代表じゃない、うん、もう世界狙えるレベルなんだけどさ、ちょっとどうにかしたいなと思って、今日はちょっと素直に甘えるデーにしようと思います。あ、これ素直に甘えるデーユニフォーム。そう、だって手作りペアルックってなかなかじゃん。そうだね。頭お花畑パッパラパイ。ちゃんまりがやらなさそうなこと、うん、ランキングトップ3に確実に入る。だって俺がペアルック着ようでも嫌だって。恥ずかしいじゃん。だってでも今日はちょっとお花畑になろうかなと思って、嬉しい。へぇー、というわけで、というわけでも何もないんだけど、じゃあちょっとゆったりしよっか。そうだね。よいしょ。ちゃんまり、はい、甘えてごらん、甘えてごらん。どこからどういけばいいんですか。はい、いや、だからちゃんまりの思う甘えをやってごらん。ほら、いいよ。で、何を、気の流れを何してるのそれ。気の流れを整えてるの。さあ、おいで。そうな。これがみんなちゃんまりの甘え方なんだって。これちゃんまりの甘え方。これ甘え方なの。ねえ、ねえ、耳が赤くなり始めてるよ。ねえ、ちゃんまりがデザインしたおやすみのロゴ入りのこちらのホワイトのパーカーを2着セットで1名様にプレゼントします。私たちが着てたトレーナーと同じように胸元にはこのおやすみのデザインですね。で、後ろはですね、フードに隠れる部分になるんですけど、首元にこのお月様のマークが入ってます。こちらのパーカーの M サイズと L サイズを1着ずつ2枚セットで1名様にプレゼントします。欲しいっていう方はね、ぜひぜひ概要欄の応募フォームから応募してください。皆さんのご応募お待ちしてます。ということで、今日の動画は以上です。バイバーイ。